橋し市、コミュニティバスとは、岐阜県橋し市が、岐阜橋間バスタクシーに委託して運行している、コミュニティバスである。2007年10月1日、橋し市公共施設巡回バスと、橋し市代替バスの一部路線変更し、統合した、コミュニティバスである。その後2016年4月1日に大幅に改正し、実証運行が開始され、10月1日より、本格運行に移行した。 路線は、市内線4ルートと南部線2ルートがある。東、橋回る線、西、橋回る線、中、橋回る線、温泉、橋回る線の4ルートがある。始発はともに、JR 東海道新幹線岐阜羽島駅。運賃は100円均一。他についた地乗車券が250円。回数券11枚つづり1000円。定期券あり。 障害者の無料乗車券制度ありとなっている。1日6週平日土曜日運行。日曜休日。年末年始など運休。南部線橋島市役所駅前駅バス定休。橋島市代替バスを踏襲した路線である。愛称は円空さん。運賃は市内線と同様のものが適用される。毎日運行。日中は車両をワゴン車に変更し。 便数も1時間に1便に減らして運行。休日の昼間も平日ピルマと同様に便数を減らして運行。はし市役所前駅で名鉄竹花線と接続するために竹花線のダイヤ改正に合わせて時刻変更される。ありがとうございます。